バーチャファイター4エボリューションということで、今回はこちらのソフトです。プレイステーション通用ソフト、バーチャファイター4エボリューション、こちらの方をね、解説&レビューいたします。それでは動画スタート。バーチャファイター4エボリューション、前作バーチャファイター4からゲームバランスの調整、新技の追加、さらに新キャラクターとして柔術家のヒノガミゴー、そしてキックボクサーブラッド・バーンズの2人が追加された、まさにエボリューションな内容。アーケード版は2002年8月にナオミ2にてリリース、その8ヶ月後の2003年3月13日プレイステーション2版が発売。そしてなぜか北米版と韓国版のみバーチャファイター4エボリューションを初代のカクカクポリゴンにしたバーチャファイター10アニバーサリーが同封されていた。バーチャファイター10アニバーサリーは日本国内は2003年11月28日に出版された書籍バーチャファイター10アニバーサリーメモリーオブデケードに同封された。その後単品で復刻版として販売されている。プレイステーション2版バーチャファイター4エボリューション、いいところ1つ目、やはりねこれね、前作のねバーチャファイター4も移植度が高かったが、本作バーチャファイター4エボリューションもグラフィック、操作性ともに移植度が高い。プレイステーション2版バーチャファイター4エボリューション、いいところ2つ目、前作バーチャファイター4ではオープニングが汚かったが、今回のオープニングがいいで。プレイステーション2版バーチャファイター4エボリューション、いいところ3つ目、遊べるモードが豊富。今作は何といってもやり込み度満点のクエストモード、ゲームセンターを回って大会に参加していく感じのモードがある。プレイステーション2版バーチャファイター4エボリューション、いいところ4個目、前作バーチャファイター4はボタン配置が自由に設定できなかったが、今作はボタン配置を自由に設定することができるようになった。プレイステーション2版バーチャファイター4エボリューション、いいところ5つ目、デュラルが見えやすくなって戦いやすくなった。前作は光学迷彩だったので戦いにくかったが、今回は液体金属みたいな感じで見えやすく戦いやすい。しかし条件次第では光学迷彩になる。プレイステーション2版バーチャファイター4エボリューション、残念なところ1つ目、やはりロードが長い。今までもそうだが、とにかくロードが長い。プレイステーション2版バーチャファイター4エボリューション、残念なところ2つ目、ハードディスク対応ではない。前作ではねハードディスク対応だったのでロード時間を短縮できたが、今作はハードディスクに対応してないのでロード時間の短縮ができない。プレイステーション2版バーチャファイター4エボリューション、残念なところ3つ目、前作より遊べるモードが少ない。前作は国手 AI モードなどがあったが、今作はなくなっている。代わりにクエストモードのみとなった。プレイステーション2版バーチャファイター4エボリューション、残念なところ4個目、その追加されたモードクエストモードの難易度が高い。普通なら最初の方はサクサク進めさすものだが、最初から容赦ない攻撃をしてくる。バーチャファイターシリーズをプレイしてないユーザーには地獄が待っている。プレイステーション2版バーチャファイター4エボリューション、残念なところ5つ目、隠しキャラのデュラルを解放する条件がひどい。クエストモードをやり込み、かつある程度の難易度まで進めないといけない。さらにお金を貯める作業が地獄。プレイステーション2版バーチャファイター4エボリューション、残念なところ6目、しかもそんなに苦労して出したデュラルは VS モードしか使うことができない。オンライン対戦もできないのにいつ使うんだデュラル。それではロードの比較いきましょう。まずはバーチャファイター4エボリューションとバーチャファイター4です。どちらもねプレイステーション2です。違いがあるのか見ていきましょう。まずは起動スピード、プレイステ2のロゴが消えてからカウンタースタートしております。さあどちらが速い、違いがあるのかな。プレイステーション2、両方同じプレイステーション2です。さあもう10秒経過、おバーチャ4の方が速い。そしてこれでシステムをロードします。あ、ここはバーチャエボの方が早かった。さあセガでも発色違うな。同じね T 端子で出力してるんですが、発色の違いがここで見えます。あ、ここでエボリューションの方が早かった、 28.96 秒。そしてねバーチャ430.71 です。ほぼ2秒差ですね。そして戦闘までのロード時間見ていきましょう。キャラクター選択画面もね違いますよね。カウンタースタートしております。さあここでねどちらが早いのか見ていきましょう。あ、ここでね
ほんの差ですか、バーチャファイターエボリューションの方が速い 7.31、 そしてバーチャファイター4 7.76、 その差は 0.45 秒差。ちょっと差がないと見てもでもいいかな。2戦目にね違いが出るのか見ていきましょう。はい、ここでロード開始。あ、早いエボリューション 2.54、 そしてバーチャフォー 5.23、 倍ぐらい差がつきましたね。やはり技術の革新の差が、歴代のバーチャファイターとも比べていきましょう。セガサターン版バーチャファイター、バーチャファイター2、そしてドリームキャスト版バーチャファイター3とバーチャファイター4エボリューションです。こちらの方はね、戦闘までのロード時間、こちらの方を比較します。画面がね暗くなったらカウンタースタートします。さあ、先ほどはねバーチャファイターエボリューションの方がバーチャファイター4より早かったのでね、そこら辺の差を見せつけられるか。うや、バーチャファイター初代来た、そしてバーチャファイター2、そしてバーチャファイター4と続きましてバーチャファイター3です。いやー、やはりドリームキャストのバーチャファイター3、これが一番欲しかったですね。そして2戦目でね、ここで差が出るのか見ていきましょう。さあ、先ほどはバーチャファイター4は2戦目になったんですごく早かったんで、そこで巻き返せるか。2戦目、はい、バーチャファイター4、そして初代バーチャファイターセガサターン、セガサターンバーチャファイター2、そして一番最後来ました、ドリームキャスト版バーチャファイター3です。バーチャファイター4エボリューション、かなりねロード関係が改善されているみたいです。グラフィック&サウンド比較いきましょう。まずはね、先ほどのロードの続きで、セガサターン版バーチャファイター、バーチャファイター2、ドリームキャスト版バーチャファイター3、そしてねプレイステーション2バーチャファイター4エボリューション、こちらの4本で比較しましょう。キャラ選択画面、こんなに進化しました。バーチャーファイター4ね、すげえな、グラフィックすげえ綺麗だな。こう見たらバーチャーファイター3のグラフィックもね嫌いではないですが、まずはサラステージ、バーチャーファイター、そしてセガサターンバーチャーファイター2、そしてプレドリームキャストバーチャファイター3、プレイステーション4バーチャファイター4エボリューション、同時比較、ジェフリーステージなんかね、こう大きさとかすごく骨格とか変わってるんで見応えありますよ。セガサターン版初代バーチャファイター、さあプレイ、あ、セガサターンバーチャファイター2、そしてドリームキャストバーチャファイター3、バーチャファイター4エボリューションプレイステーション2、同時比較、初代バーチャファイターのジェフリーなんかやっぱりしょぼいな。そしてもちろんやります、バーチャファイター4バーチャファイターエボリューション。さあ、違いを見ていきましょう。キャラクター選択画面ですね。さあ、ゴーとね2人増えてるのでこんな感じで違います。結構グラフィックの発色も違いますね。両方とも同じ端子でございます。さあ、
パイステージ行きましょう。ちょっと完成してるんですよね、バーチャファイター4エボリューション。まずはエボリューション、バーチャファイター4無印、同時比較、さあ続きましてこちらのステージ見ていきましょう。和風なステージは素敵。まずはエボリューション、そして無印、ここはというかステージの構成とかもだいぶ変わってるんですよね。はい、ということでね、最終戦ボーナスステージジュラル戦でございます。ということで今回はバーチャファイター4エボリューション、こちらの方をね、解説後レビューしてみました。で今ね見てもらってるのがバーチャファイター4とバーチャファイター4エボリューションのね最終戦ジュラル戦でございます。高額の機材ですごく見やすかったのが多分不条だったんでしょうね。エボリューションでは普通のジュラルに戻っております。個人的にはやっぱりこのバーチャファイター4エボリューション、いやークエストモードやり込みの人が満載でね、すごくやった覚えのある作品です。まあ、でもねちょっと敵戦に押されたかなっていう感じはありますね。でもすごくね今やっても面白いゲームでした。ということで今回の動画はここまで。また次回別の動画も作っていくのでそちらの方もよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。バイチャン。